戸田市西蔵戸田市西上京元年6月7日は、江戸時代前期の大名、美濃大垣藩の第3代藩主、大垣藩戸高4代、第2代藩主、戸田市新の長男。母は、牧野忠明の娘。性質は、内藤忠政の娘。子に戸氏、戸田市、忠だし、戸田市生。下には、十四人した、田島守、肥後守。 寛営4年11月1日生まれ、幼名は新次郎。漢文11年11月に父から家督を譲られ、藩主となった。死にしが家督を相続した頃には、大垣藩の財政はかなり逼迫していた。死にしはこれに対し、改革を断行する。同年、不和軍の検知を実施して幕府から賞賛された。その後も、軍部行政から大官政への移行。 遠方の大暇と呼ばれた176人にも及ぶ、家臣団の整理や犯罪性の経費節減などに、努めた。天長元年には、反地刈り上げも実施。また、藩札なども発行しているが、死に死の藩政改革の効果は薄く、大垣藩の犯罪性はさらに悪化していった。遠方4年、遠藤常友の死去により、家督を継いだ。 九条八万藩主遠藤徳春が未だ幼年のため、幕府により、遠藤徳春の聖母の兄弟である、死にしらが貢献とされた。上京元年6月7日に江戸にて死去した。去年58。死後、家督は、長男の指定が継いだ。ありがとうございます。